フールズメイトチャンネルをご覧の皆さん、マテンローペラのボーカル、園です。趣味はギターのベースのようです。ギターになった食べることが大好きなドラムです。はい、ありがとうございます。俺たちマテンローペラは12月の4日にニューシングルオーブをリリースします。今回の主人公はどこにでもいる普通の男性が、主人公で、その男が、自分の奥さんとその奥さんの、お腹の中にいる子供、をどれだけ大事に思っているか、その子供が生まれてくることをどれだけ待ち望んでいるか、そういう家族愛を歌った、バラードになってます。そしてこのオーブを引っ提げて、東京、大阪、名古屋でライブをやります。まずは12月の7日新木場スタジオコースト、そして12月の17日梅田クラブクワトロ、そして12月の18日、名古屋のクラブクワトロと、なっています。そしてこの大阪と名古屋のクワトロはもうソールドアウトしているので、チケットを、取りたい方は12月の7日新木場スタジオコーストまでぜひ遊びに来てください。このまあオーブツアーなんでね、この新曲オーブを、もちろんやりますし、今までのマテンローペラ同様、激しくもあったかい、みんなが笑顔になれるような、ライブ会場にしたいと思います。ぜひ待っていてください。そして先ほど、はい、フールズメイトのね、番組、生放送でやったんですが、マテンローペラプレゼンツマスダでないと、非常に増田さんに、お待たせしました。楽しい1時間を過ごさせてもらいました。どうっすか。どうでした1時間。1時間。俺あんま喋んなかったなと思って。あ、そう。いつもに比べたら喋んなかったなと思って。でもね、このモニターを見てたらね、ヨウさんもっと喋ってすげえ思った。すごい思った。そう、もちろん、ちょっと大丈夫だね。だってこれ唇と紫だあのね、飯食ってよ、ほんと。どうも元気しょ。元気。僕がね、ずっとね、頭をよぎってることがあって、はい、なんか、おんぶに抱っこってこういうことなんだと思った。おぉ、なるほどね。おんぶに抱っこだよ。おんぶに抱っこ。すごいよね。なんで目が赤いのに。じゃあ、次回は、ここの位置に、よさかな。そうだね。全部回していただいて、次回ということは、あの次回もあるという、マテンローペラプレゼンツ松田でない第2夜あれだね、決して俺らがメインキャストじゃないもちろん松田さんがメイン、松田さんがメイン、そしてサブ MC で今度はヨウさんが本部になっこ気に入った、はい、まあ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 そんな感じでね、楽しい1時間でした、はい。まあ、またね第2回があるか分かりませんが、やってやってっていう声が多かったらもしかしたらやるかもしれないです。はい。期待していいのかな、ね、期待はいっぱいしててください。はい。そんなわけで、ライブ会場で待っています。以上、マテンローペラでした。